はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。セブンスリバースをやっていきたいと思います。はい、今回はですね、久しぶりにクエストモードを進めたいと思います。村ですね。あ、村じゃないや。限界突破できる。はい、というわけで、ワールドですね、村じゃなくて。ワールドエリア変更、振り折りですね。ニューがどこか書いてあるかな。どんどん行きましょう。と違うとこ行ってますね。さあ、今回はですね、この4番ウルフバレーというのを、クリアしていきたいと思います。さあ、まずドラマからですね。むか。ハイブリス。ミセッティですね。おっと。誰だ？でかいヘビモス。さあ、とでかいものが来ましたね。さて、本日はストーリーモード関係ない6月15日ですね。大阪は雨上がりということで、比較的、涼しい、過ごしやすい一日になりました。どんな長袖の方が合ってるのかもしれない。そんな感じで、まあ、土日、週末ね。梅雨の夏休みに天気が良くなればいいなっていう感じですね。大阪の梅雨は6月6日だったかな、今年は。平年より1日早いぐらいで、大して、変わらなかったです。梅雨明けが平年は7月21日なんですよね。なんで、もう1ヶ月ちょっとは梅雨は我慢しないといけないという感じでクリアしました。はい、問題なしです。
さて、狼ですね。ウルフバレーということで出発しましょう。雪だるま。イエティかな。ホワイトベアって書いてますね。ミッションを確認しましょう。特に問題になりそうなシーンはないようです。さあボス来ましたよ。すごいな。ヘビモスのカーテンを手に入れたようですね。ついパワーストーンを稼いできます。おや、倒れてますね。なんだろう、入ったーっていう感じですね。死んでないな。さすがにそれはない。おっと、またなんかいる？ですよね。妹は大事です。夢とはそういうものだ。昔遡れば遡るほど現実と夢の境は曖昧になると。ああなるほど、結構深いですね。さて、なんかウサギがいますね。はい、続きがあるようです。ちょっと行ってみますか。デイリーコンプリート。そうそう、サクサク進めてもいいんで。今度は氷結洞というのがあるみたいです。これ行ってみますか。なるほど、セブンスリバースってそういうことなのか。7回目の再生ってことか。ハイブリス。
今度またでかいのが現れてきました。いてつく交流、まあドラゴンですね。硬そう。パーティーをちょっと変えましょうか。変えられないのか。しました。相手もでかくなってますよね。一発で倒しそう。5万4000ですからね。崩れ落ちた。兄の元へ騎士を事情。なんか話がだんだん重くなってるような感じはありますよね。はい、お勤めを回収しないと。カッパとなんか討伐っていうか、カッパ退治の
資格ってあるみたいですね。カッパといえば。はい。で、というわけで、今回は久しぶりに、クエストモード、ストーリーモードをやっておきました。今5エリア目ですね。全部で8エリアあるという話なので、先へ、時間、また気が向いたら先へ進めたいと思います。というわけで、セブンスリバース久しぶりにやってみました。はい。まあ、いつものことですが、チャンネル登録、このタイトルの右にある登録ボタンを押していただいて、登録していただいたり、高評価、コメント、この動画の SNS などの、拡散、歓迎しております。よろしくお願いします。ブログ、ツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。また、この動画最後20秒で関連動画、動画プレイリスト流します。その動画プレイリスト、など、お時間がありましたら見ていただければ結構です。またプレイリストはですね、自分のチャンネルに登録することができますので、よろしければ登録していただければ嬉しいです。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。